こんにちは、立花だよ。つむぎだよ。今日のお題はこれ。漫画スラムダンクの中で主人公の桜木くんが解かされていた問題だよ。なんか難しそうだね。物理をやったことがない人からするとそう見えるかもしれないけど、実は結構簡単なんだよ。到達距離 S の式が最初から問題文で提示されてるのが大きいね。え、そうなの？あーしはこの式があるせいで難しそうって思っちゃった。この式をゼロから導こうと思ったらさらに一手間必要だからね。そうなんだ。じゃあこの式を利用して解いていこう。はい。この問題は物体を最も遠くに飛ばすには角度θをどうすればいいかという問題だから、要するに到達距離 S が最大値を取る時の角度θを求める問題だよ。理解のためにこの式をちょっと変形しよう。 G は重力加速度、 V0 は初速度なんだけど、今回はまとめて定数扱いで大丈夫だよ。 G も V0 ももう決まってる値なんだね。そして定数部分を A、 角度を表す際に θ のところを X に置き換えるとこういう式になるよね。あれ？これって中学校でやった比例の式じゃない？そうそう。じゃあつむぎちゃん、この式を見て X がどうなると S は大きくなると思う？ X が大きくなると S も大きくなる気がするよ。比例だもん。そういうこと。つまり今 X で表した sinθ が最大値を取るときに S も最大値を取るんだよ。この sinθ は無限に大きくなったりしないの？しないよ。じゃあ次に sin について説明するね。お願いします。 sin というのは厳密さを脇に置いて、ざっくり言うと直角三角形の斜辺の長さ分の縦の長さのことなんだよ。斜辺の長さと縦の長さの比率だね。今回は物体を斜め上に投げる問題だから、角度θは0度から90度の間になるよね。後ろや下には投げないもんね。そうすると2θは0度から180度の間となるよね。θの2倍だからね。あれ？角度が90度を超えちゃう場合が出てくるみたい。そういう時はどう考えればいいのかな？こんな感じで左に反転させた直角三角形をイメージすれば大丈夫だよ。なるほどね。ところでつむぎちゃん、直角三角形で一番長い辺はどこでしょう？斜辺かな？そうそう。だから斜辺分の縦の長さは必ず1以下になるんだよ。そっか。分母に来る斜辺より分子に来る縦が必ず小さくなるから1を超えることはないんだね。そうそう。今回はマイナスも考えなくていいから、 sinθ の取りうる値の範囲は0以上1以下になるよ。 sinθ が最大値を取るときに S も最大値を取るんだったよね。そうしたら sinθ が1のとき、到達距離 S は最大になるのかな。そういうことだよ。でも sinθ が1の時ってどういう時なのかな？ sin は斜辺分の高さだから、斜辺と縦の長さが等しくなる時だよ。あ、そっか。90度の時だ。そういうことだよ。じゃあ 2θ が90度の時、θ は何度になるかな？半分の45度でいいのかな？正解だよ。回答はθ イコール45度、弧度法だったら4分の π だね。できました。投げる人の身長や装置の高さを無視すると、一番遠くに飛ばすには常に45度で投げればいいことがわかるね。そっか。初速度、つまり投げ上げる速さは関係ないんだね。そういうことだね。だから計算を抜きにして知識として知っている人もいるかもね。これは想像だけど、スラムダンクの中で桜木くんがこの問題を解かされている状況は、赤点が多い生徒は全国大会に出場できないという湘北高校の校則があって、
なんとかそれをクリアするために優等生の赤木くんがおバカな桜木くんにテスト対策をするという状況なんだよね。それを考えると赤木くんは物理の先生からこの問題は必ず出すからなと言われていたのかもしれないね。45度という答えだけ覚えていれば点数が取れるようにってことかな。うん、それまで弱小だった湘北バスケ部が奇跡の全国大会出場だもん。先生だって後押ししたいはずだよ。あのさ、そんな勝手な想像して面白い。え？作中に明確な描写もないのにさ、あーしは不快だな、そういうの。うんうん、ごめんなさい。好きな漫画なんだから世界観を汚さないでよ。